小銭で偉そうに。長男夫婦のため肝臓移植費用の300万を用意した私に投げつけられた言葉だ。私にこんな言葉を投げつけてくるなんて信じられない。しかも貸してほしいと言った金だ。手術を受ける当本人の嫁はそんなひどい言葉を吐き捨てた後、私の反応を楽しむようにニヤニヤしながら見ている。我慢の限界はすぐに訪れた。こんな奴らに金を使うくらいなら、私はお金を取り戻し病室を後にして、私は小野八重子、この春で72歳になったばかりの主婦だ。夫は3年前に他界し、私は一人で暮らしている。息子の長男も今年で43歳、結婚し自分の家庭を持ち独立した。私は田舎の実家で夫の遺族年金を受けながら一人静かに暮らしている。田舎暮らしには慣れているので問題はないが、この年齢になると少しばかり心細い時もある。長男にも時間がある時は実家に顔を出してほしいとお願いをしているのだが、どうやら仕事が忙しいらしく、なかなか時間が作れないようだった。それなら嫁の長男嫁だけでもと声をかけたのだが、長男嫁も忙しくてと言葉を濁す。彼女は専業主婦で働いていない。時間はあると思うのだが、いつ連絡をしても忙しいと言われるのだ。最近になって長男嫁の忙しいは真っ赤な嘘だということを知った。長男夫婦が住んでいるのは長男嫁の実家から徒歩10分くらいの場所にあるマンション。長男嫁は毎日自分の実家に入り浸っているらしい。そのまま泊まっていくなんてことも多いのだと息子から聞いた。母親としては妻として夫である息子の面倒をちゃんと見てほしいと思うのだが、その一言が嫁姑問題に発展しそうで言い出せないままでいる。長男、あんたがもっとちゃんとお嫁さんを管理しないと。若干長男嫁の尻に敷かれているような息子にカツを入れるけど、息子は彼女に惚れ込んでいる。長男嫁のやることすべてを許しているような状態だ。正月になっても挨拶に来ないくらい、この実家を長男嫁は避けているのだろう。なんだかモヤモヤとするが、私が口出しして息子夫婦が揉めたりするのも面倒だ。私はなるべく我慢することにしている。この時はまだ私さえ我慢していれば問題はないと思っていた。このように疎遠な日々を送っていた私と息子夫婦の関係が急展開を迎える事件が起きた。長男嫁が体調を崩して入院したというのだ。しかも病状が悪いらしく、手術が必要だと息子からは連絡があった。私は病気のことはよくわからないのだが、肝臓を移植しなければならない状態らしい。肝臓移植と聞いて、私は驚いて声が出なかった。そんな重い病気を患って、さぞしんどい思いをしているだろうと、長男嫁が心配になる。肝臓移植となると、費用も必要だし、ドナーも探さなければならない。お見舞いに行くわ。明日にでもお見舞いに行こうと思い、私は息子にそう言った。しかし息子は慌てて、来ないでいいと言う。まだ入院したばかりで落ち着いていないからというのが理由だった。それよりも母さんに頼みがあるんだ。長男はそう言って唇を切った。息子から頼み事をされるのは久しぶりのこと。一体何だろうと思って聞いていると、その頼みというのは手術費用のことだった。肝移植の手術代やその後の治療費、入院費など300万近くかかるらしい。300万は確かに大金だ。しかし息子は平均よりは上の給料をもらっていることを私は知っている。その上、息子夫婦には子供もいない。
それくらいの蓄えはあるだろうと思っていた。出せない額じゃないけど、あんたたちには蓄えがないってことなの？新しいマンションを購入したばかりで貯金がなくて。言いにくそうに口ごもりながら息子が言う。新しいマンションを購入して引っ越したなんて初耳だ。今日初めて知った事実に私は唖然とする。住所が変わっているのに母親である私に連絡をしてこないなんて非常識にも程がある。は？引っ越し？マンションを購入したって？あなた、私は何も聞かされていないんだけど、一体どういうつもりなの？あまりのことに思わず責めるような口調になってしまった。息子は慌てて、忙しくて報告が遅れてなんて言っていたけど、故意に知らせていなかったと思う。新しいマンションを買ったなんて言ったら、私が見に来るとでも思っていたのだろうか。なんだか心中穏やかではない。かといって息子の頼みを断ることも難しい。私は小さくため息をつく。300万で足りるの？夫がまだ元気だった頃、コツコツと貯めておいた老後の資金もあるし、遺族年金も一人で生活するには十分な額だ。足りるよ。ごめん、母さん。わかったわ。今週末にでも持っていくから。私の言葉に息子の長男がほっと安堵の息を漏らした。それだけ切羽詰まっていたのだろう。しかしご実家に毎日入り浸っているくらいなのだから、あちらのご両親に相談した方が早かったのではないかと思う。息子があちらの親御さんには相談をしたくなかったのかもしれない。いろいろと思うところはあるけど、まずは無事に手術を終えて、長男嫁に元気になってもらいたい。私は純粋にそう思っていた。おこがましいとは思うが、この300万で長男嫁が助かるならと考えていた。週末になり、私は久しぶりに息子夫婦に会いに行った。直接病院に持って行った方がいいだろうと思い、長男嫁が入院している病院で長男と待ち合わせをする。病院に着いたと連絡をしても、長男はなかなか姿を現さない。15分ほど待たされた。持ってきてくれた？やっと姿を現したと思ったら、第一声がそれだった。もっと他に言うことがあるだろうと思うが、それだけ緊急だったのだろうと思い直す。300万円の入った紙袋を手渡すと、長男はそれをひったくるように私の手から奪った。ちらりと中を確認して、もう帰っていいよと私に言う。は？思わず気の抜けた声が出てしまった。金だけ受け取り、さっさと帰れと言わんばかりの態度に、さすがの私もカチンとくる。長男嫁の病状が心配で仕方がないのかもしれないが、それを差し引いたとしても非常識な態度だ。その不満が顔に出てしまったのだと思う。長男が私の顔を見て小さく舌打ちをした。なんだよ、こっちは大変なんだ。いちいち見返りを求めないでくれよ。長男はいきなり私を怒鳴りつけてきた。今まで息子に怒鳴られたことなんてない。反抗期もないような子供だったのに。私は信じられない気持ちで息子を眺めた。長男嫁がお嫁に来てからすっかり性格が変わってしまったような気がする。鬼の形相で私を睨みつけてくる長男は私の知らない人間だった。その態度は何？母親に対する態度なの？病院のロビーで親子喧嘩なんてみっともないとは思ったけど、これは見過ごせない。ここで息子を正しておかなければ大変なことになると思ったのだ。しかし私が怒ったところで長男は痛くも痒くもないらしい。すごむ私を鼻で笑い背中を向ける。追いかけていこうかと思ったけど、完全に拒絶されているのを感じてその気力を失った。これ以上はどうしようもなく、私は帰ろうと思い出口に足を向けた。その時、あら、お久しぶりです
私に声をかけてきた女性が一人。女性の顔を見てハッとした。久しぶりに会う長男嫁のお母様だったのだ。私は慌ててご無沙汰しておりますと頭を下げる。長男嫁のお見舞いに向かうところなのだろう。私はお見舞いに来たけど病室がわからなくてと長男嫁のお母様に話してみる。すると、じゃあ一緒に行きましょうとほがらかに言われた。娘が病気で入院しているのにどこまでも明るい。連れられて行った長男嫁の病室は個室だった。どうしても長男嫁が個室ではないと嫌だとダダをこねた結果らしい。しかも特別室で驚いた。移植費用や治療費が足りないと言っている割には贅沢をしているなと呆れた。ノックをするとすぐに長男の声で返事があった。長男嫁のお母様がドアを開けるとにこやかに笑う息子夫婦の姿がある。私には見せない笑顔を長男嫁のお母様には見せるのかと少しだけ胸が痛くなった。ベッドの上で上半身を起こした状態の長男嫁はお母様の後ろにいる私にすぐ気がついた。その途端眉間にシワが寄る。まるで汚いものでも見たような顔で、あら、お母さんも一緒ですかと言った。枕元には先ほど長男に私が渡した現金の紙袋がポンと無造作に置かれている。300万円は大金だ。それをそんな風に置いておくなんてめまいがしそうだった。母さん、まだ帰ってなかったの？もう用事は済んだだろう。私に向かって長男が吐き捨てるような口調で言った。どうしてこんな態度を取られなければいけないのか私にはわからない。長男嫁のお母様はそんな長男の態度をさほど気にしていない様子だ。ただニコニコと笑っている。玄関で長男嫁のお母様と偶然会ってね。帰ろうと思っていたんだけどお見舞いに来させてもらったわ。私は息子の邪険な態度にわざと気づかない素振りでそう言った。ここは鈍感なふりをしてやり過ごすのが一番だと思ったからだ。長男嫁のお母様に勧められ丸椅子に腰掛けてから改めて長男嫁に病気のことや体調のことを尋ねる。さすがに自分の母親がいるところで私を邪険に扱うこともできないようで、しぶしぶといった感じではあったが、自分の病状のことを私に説明をしてくれる。肝臓移植のためのドナーはラッキーなことにすぐ見つかったらしい。長男嫁のいとこさんが適応したのだそうだ。移植が成功さえすれば元気な体に戻るのだという。もういいだろう、帰ってくれよ。息子は私がこの場にいるのが嫌で仕方がないらしい。イライラしているのか貧乏ゆすりが止まらない。あまりにひどい態度にさすがに私もカチンときた。嫁が病気になったのよ、心配なのは当たり前でしょ。なんでそんな態度なの？あんたが頼んだからわざわざここまで頼まれたものを持ってきたのよ。自分が私にお礼の一言もまだ言っていないと気づいている？私のこの言葉に息子の顔が赤くなった。ベッドの上で長男嫁が私のことをバカにしたように笑う。小銭で偉そうにそんな恩着せがましく言われたら泣えるわ。長男嫁から投げつけられた言葉に私は唖然とした。本当に息子は人が変わってしまったようだ。お母様がいてももう関係ない。小銭に？300万は小銭なの？それを用意できなかったのはあなたたちでしょ？よく私のことを罵ることができるわね。それにその態度、なんとかならないの？非常識だわ。思わず椅子から立ち上がる私。長男夫婦は動じる様子もない。一体この夫婦はどういう神経の持ち主なんだろう。腹が立つのを通り越してなんだか呆れてしまう。長男嫁のお母様はあらあらなんてニコニコするばかり。天然なのかもしれないが、この人もちょっと常識から外れているのだと思う。
長男夫婦はその後も私をケチだ、主戦度だなどと罵り続けた。黙って聞いていれば言いたい放題、昔のことまで掘り返してきて止まらない。私は大きく深呼吸をした。そうなのね、わかったわ、私が間違ってた。長男は私の謝罪の言葉を聞き、罵るのをやめる。しかし、その表情はまだ私を馬鹿にしたようにニヤニヤと笑っていた。私は素早く長男の背後に手を伸ばし、枕元に無造作に置かれていた紙袋を取った。中身は私が持ってきた300万円が入ったまま。私にとってはずしりと重いものだけど、この二人にとっては捨ておく程度の軽いものなのだろう。長男は慌てて私から紙袋を奪い取ろうとする。しかしこればかりはもう渡せない、絶対に渡さないと決めた。何すんだよ、返せよ、俺たちの金だ。怒鳴りつけてくる長男を一別し、私は紙袋を丁寧にバッグの中にしまう。そして長男夫婦を睨みつけた。長男嫁はのんびりとした感じで、それがないと私手術できないんだけどと言う。その言葉に長男は慌て始める。本当に彼女の尻に敷かれているんだなと思った。長男嫁のお母様は、それは大変ねなんてのんびりしたものだ。はした金なんでしょ、これくらい自分たちで何とかしなさい。こんなひどい扱いをされてホイホイ貸せるような金額じゃないのくらいわからないの。私もう帰るわ。私は息子にはっきりと金は貸さないと宣言をした。すると長男嫁のお母様が、どうするの、お嫁さんが大変なのにねと息子に笑いかけてきた。しかしその目は笑っていない。長男の顔色がさっと青ざめた。その一瞬の隙をついて私は病室を飛び出した。ちょうど来ていたエレベーターに飛び乗り、玄関からタクシーへと移動する。長男が追いかけてきたのがタクシーのミラー越しに見えたけど、知ったことではない。私は不愉快極まりない気分で我が家へ戻ったのだ。自宅に帰りつき、私はテーブルの上に置いた300万円をしばらく眺める。そして今日病院であった出来事を最初から頭の中でなぞっていった。どう考えても私に落ち度や間違いがあったとは思えない。いっそこの300万で豪遊してやろうかと思った。私は近所に住んでいる実の妹夫婦に声をかけた。ちょっと明日の夕飯は豪勢にするから食べに来ない？おいっ子たちは孫も連れてきてよ。いつも一人だからたくさん来てくれると嬉しいわ。私の誘いに妹夫婦は大喜び、息子夫婦と孫を連れてくるという。妹の返事を聞いてから私は高級寿司屋と仕出し屋に連絡、急で申し訳ないがとお願いをする。どちらも二つ返事で快諾をしてくれた。長い付き合いのある店はこういう時に融通が効いてありがたい。孫たちが来るのでお寿司はわさび抜きも注文した。子供たちが食べられるように仕出し屋に子供用もお願い済みだ。翌日は朝から大忙しだった。食事の後に甘いものも必要だろうと思い、ケーキと和菓子を買いに行く。そのついでに甥っ子夫婦の子供たちにプレゼントを用意した。いつも遊びに来てくれる甥っ子夫婦と妹夫婦にもそれぞれプレゼントを用意した。子供たちにはゲーム機、義弟と甥っ子には欲しがっていた高級万年筆を購入、甥っ子のお嫁さんと妹にはお揃いのブランドバッグを用意する。すべての準備が整った時はやりきったような気分になった。すっかり息子夫婦の肝臓移植のことなんか頭から消えている。あとはみんなが来るのを待つだけの時間になり、何気なくスマホを見ると長男と長男嫁から交互の着信があった。今さら何の用事があるのかと一瞬で腹が立つ。メールも来ていたので一応確認をしてみた。するとその内容は、
最初は私が治療費を払わないことへの文句だった。しかし後半に届いたメールは全て泣き言になっている。最終的には懇願って感じだった。私はため息をついてから長男のスマホへ連絡をした。いつもなら私の連絡など無視をすることが多いくせに、今回はワンコールで出る。母さん、どうして連絡を無視すんだよ。開口一番そう言われ、呆れた。長男、どの口がそんなことを言うの。いつも私の連絡を無視するのはあなたの方でしょ。話しているうちに昨日のことが脳裏によみがえってきて仕方ない。イライラするのを抑えることは難しい。300万いつ持ってきてくれるんだよ。昨日持って帰られてこっちは困ってんだよ。どこまでも高圧的な態度の息子に、人に物を頼むこともできないのかと呆れを通り越して悲しくなってきた。子供の頃は親思いのいい子だったのに、いつから人が変わってしまったのか。私が黙って聞いていると、長男はまた私のことを罵り始めた。二度目となると冷静になって聞いている自分を感じる。しかも長男の言葉は小学生がダダをこねているような内容でしかなかった。私のことをケチだとか、姑としての務めを果たしていないとか言うばかりで、全く私の心には響いてこない。黙って聞いているだけでバカバカしい気分になってきた。それは昨日も聞いたからもういいかしら。私からはした金をもらわずに、あちらのご両親から援助を受けたらどうなの。あちらのご両親とも親しくしているんじゃないの。それに長男嫁は実の娘じゃない。助けてくれるでしょ。長々と続く長男からの罵声を私は遮る。そうでもしないとずっと続いてしまいそうだったからだ。昨日の病室内で笑っているだけの長男嫁のお母様にも不信感が湧いてしまっている。俺の立場も考えてくれよ。治療費も払えない旦那だって言われるんだ。はした金って言ったのはお前でしょ。私からはした金を受け取っても仕方がないでしょ。それにあのお金は使ったわ。もう残金なんて少ないものよ。私の言葉に長男は電話の向こうで息を呑む。残金が少ないという言葉に反応をしたのだ。追い詰められているのなら、なんで私にあんな態度を取ったのか。それが不思議で仕方がない。とにかく肝臓移植の費用は自分たちで何とかしなさい。こっちを巻き込まないで。私ははっきりと宣言した。お嫁さんにもちゃんと言っておいてちょうだいね。ほとんど捨て台詞のような感じで、私は電話を一方的に切った。話しているうちに情が湧いてきたら困ると思ったからだ。腐っても私の息子である。助けてやりたいと思うのが親心だ。しかし、昨日の態度はどうしても許せなかった。二人からの謝罪があれば、考え直すこともできたかもしれないが、謝罪の言葉は一切ない。これでは許すにも許せない。長男との電話を切った直後、今度は長男嫁の番号から着信があった。私は一気にケリをつけてやるつもりで電話に出る。お母さん、ひどいじゃないですか。私の命がかかってるんですよ。そのことは理解できてますか。電話に出た途端、上から目線で言われカチンとくる。自分の命がかかっているのなら、もっと塩らしくしたらどうかと思った。長男にも話をしたけど、私からはした金を借りるよりも長男嫁のご実家に援助をしてもらった方が簡単な話じゃないの。私は息子に話したのと同じことを長男嫁にも言った。すると長男嫁は私の提案を鼻で笑う。本当に人に頭を下げることができない人のようだ。それからつらつらと私が300万円を貸さないと長男の立場が悪くなると話し出す。要するに、あちらの実家での長男の立場が悪くなって、居づらくなっても構わないのかというのだ。はっきり言って、脅迫に近い内容で唖然とする。あのね、長男嫁。今日ははっきり言っておくわ。どうして私のことを避けているのかはわからないけど、新居に引っ越したことも知らせない。
年賀状もないし、正月もお盆も帰ってこない。私はあなたがうちの嫁だという実感がないわ。長男嫁は私の言葉を黙って聞いていた。こんなことは言いたくないけど、嫁としての役目を果たしていると言えるの？都合のいい時だけ頼ってきて、その上私をバカにした態度で出迎えるなんて。こんな大変な時にお母さんの嫁姑論なんて聞きたくないわ。さっさと治療費を持ってきてって言ってるの。長男嫁は意外と短気ですぐに切れる。すごい声でスマホ越しに私を怒鳴りつけてきた。長男嫁の怒りがヒートアップしていくにつれて、私はどんどん冷静になっていく。大きな声を出しても無駄よ。それにあのお金はもう使ってしまって残金も少ないの。あなたたちにとってははした金だから興味もないでしょうけどね。残金が少ないという言葉に長男嫁も息をのむ。やはりずっと一緒に過ごしていると夫婦は似てくるものだなと思う。それじゃあ私はどうしたらいいの？ドナーは見つかっているのよ。あとは入金をしないとダメなの。間に合わなくなっちゃう。最後の言葉は悲鳴に近かった。その声を聞いても私は助けてやりたいとはみじんも思えなかった。自分たちで何とかしなさい。ご実家に頼るなりなんなりとね。私には下げることができない頭もご実家になら下げられるでしょ。頑張ってね。手術の成功をここから祈ってるわ。私はそう言って通話を切る。その後また二人から交互に着信があったが、すべて無視。夜には諦めたようで、メールも電話も途絶えた。その後、長男嫁のお父様が私に頭を下げに来た。突然の来訪に驚いたが、お父様は常識的な人で、大変丁寧に謝罪を受けた。その謝罪を受け、私は治療費を貸すことになる。長男嫁のお母様と長男嫁は、ものすごい浪費家らしい。二人が金を使い、長男は働き詰め。貯金がないのも、やはりマンション購入だけが原因ではなかった。治療費は二人が少しずつ返す約束になっている。他にも方々に借金があるらしく、大変な状況らしい。手術は成功したことだし、元気になって働いて返してくれるのを待つことにした。お金のことで長男夫婦の仲は冷え切っているらしい。しかし共同の借金もあり、離婚することもできず、家庭内別居が続いているそうだ。借金を返済した暁には離婚をすると息子から連絡があった。私は現在一人で住んでいる家を大幅にリフォームすることにした。あの日、豪勢な夕食に招待をした妹の息子夫婦が提案してくれたのだ。その後も本当の息子のようにたびたび顔を出してくれるようになり、土日には子供たちの声で賑やかになる。一人で寂しかったのが嘘のようで、あの日の300万円の使い道は間違ってなかったと自分でも思っている。